津美川市長津美川市は大韓民国中西北道北部の市内陸湖畔の美しい町でテレビの時代劇撮影によく使われる市のスローガンはナイスジェッチェン東洋医学半華の都市としても知られ国内外の都市で構成される健康都市連合に参加しているほか2010年には津美川国際官報バイオエキスポが開催された東は 中西北道丹陽郡、関温度ネイコ市郡、西は中西北道中州市、南は京商北道劇慶一、北は関温度ネイコ市郡厳州市と接する。市域中央部は西風湖で、南部は小白山脈に属する月竹山国立公園となっている。韓国では最も内陸にある都市のため寒暖の差が大きく冬の冷え込みが厳しい。特に、 堤川気象台が市街地から離れた郊外の農村地域に置かれている影響で朝晩は低い気温が出やすく、厳冬期にはマイナス20度を下回ることも珍しくない。ソウル特別市、清涼里駅から中央線を経由した列車が堤川駅で2方向に分かれる。堤川駅は経由するすべての列車が停車し、清涼里駅から ITX 狭うるで、 1> 約1時間40分、無群波号で2時間前後。ここで、中央線安藤駅方面、または、大北線から霊東線方面に直通する。また、中北線はすべて包み川駅まで乗り入れており、京府線大田駅から無群波号が1日8往復運転、ソウル駅からの無群波号も1往復運転されている。大田駅からの所要時間は、約2時間。 平沢、津見川高速道路が2014年に市内まで延伸予定。2006年以降に国内外とも大きく増加している。韓国国内韓国国外など、ありがとうございます。